弾丸銀河団、弾丸銀河団、弾丸銀河団、バレットクラスターは、小さな銀河団と大きな銀河団が衝突し、強い X 線を放つ、流骨座にある銀河団である。1 e 0 6 5 7から56、または1 e 0 6 5 7から558とも、表される。この衝突によって、銀河団は、古城の衝撃波面を持つ2億度の高温ガスを有している。 2004年から2006年に、この衝突銀河団の観測によって、暗黒物質の存在に対する新たな証拠が提示されたことで知られる。1970から80年代、X 線天文衛星により作成されたカタログで、X 線源1 0 6 5 7から56と命名されていた、この天体は、1990年代に詳しく調査され、 銀河系からおよそ40億光年赤かった変異 Z イコール0.296の距離にある高温のガス雲を持つ銀河団だと判明した。銀河団は巨大な輝く衝撃波の交流しており X 線望遠鏡では2つの部分にピークが分離したプラズマのガス雲が認められる。こうした銀河団の様子は大きな銀河団の中心部へ1、10ほどの大きさの 小さな銀河団が高速で貫くように通過したところだと考えられ、双方が通り抜ける相対速度は秒速 4500km と見積もられている。この衝突により、高性銀河の生還物質はラム圧による剥ぎ取りによって剥ぎ取られ、一部は2億度以上の高温にまで熱せられている。しかし、こうした速度も銀河団の衝突では特に珍しいものではないとされる。 弾丸銀河団という名前は小さな銀河団が高速で大きな銀河団の中心部をまさに弾丸のように貫いている姿から与えられた。実際、小さな銀河団に属していた一方のガス雲はもう一方を通り抜けくサビが弾丸のような三角形をしている。この弾丸ガス雲はすでに12億年前に大きな銀河団の中心部を貫き、 両者の間の距離は100、200万光年ほどある。また、可視光の画像を重ねると、両方の銀河団の銀河はこれら2つのガス雲を置き去りにして、それらの両側にまで進んでいるのがわかる。この弾丸銀河団のガスの分布と質量の分布を詳しく調べることによって、直接見ることができないためその存在について、議論のあった暗黒物質に関する新たな手がかりが得られた。 もともと暗黒物質が存在するという仮定は銀河の回転曲線問題に対処するために始まったものだった。すなわち暗黒物質のような未知の質量を仮定しなければニュートン力学ないし一般相対性理論と観測可能な銀河の質量分布とからでは実際の銀河の回転速度が説明できない。この暗黒物質は例えば一般の銀河弾ガスの高い温度も説明し、 現在では多くの指示を得ている。一方で暗黒物質の存在を仮定せず重力の相互作用が銀河スケールで我々の知るものとは違っているのだとする中性ニュートン力学に代表される対案も提出された。暗黒物質を仮定してもそれが銀河を広く覆っている限りこの二つの理論は少なくとも銀河に対してほぼ同様の帰結をもたらす。 我々の重力に対する理解は不完全で暗黒物質は幻想に過ぎないのか、それとも未知の暗黒物質が重力の領域を支配しているのか、それをはっきりとさせるには暗黒物質か暗黒物質以外の物質か、どちらかが通常いる場所から追い出されているような例を探し出すこと望まれた。弾丸銀河団はまさにこの要請に応えるものであった。衝突する。 銀河団ではバリオンのような一般の生漢物質が重力以外の力で大きな抵抗を受けるのに対し重力でしか相互作用しないと考えられている暗黒物質は銀河の星と共にあまり抵抗を受けずに通り抜ける銀河では星の質量より生漢物質の方がはるかに重いと考えられ暗黒物質が元々存在しないのだとすれば衝突銀河団では 全体の質量の分布は抵抗を受けて取り残されるガスの方へと移動するはずである。重力レンズ効果の測定技術が急速に発展したことを受けて2004年以降ダグラス・クローラの研究グループがこの考えに基づき暗黒物質を捉える試みを行った。クローラは X 線天文衛星チャンドラでガスの分布を観測するとともに 可視光によって銀河団背後の銀河の光を観測し、弱い重力レンズの効果から推定される銀河団の質量分布を逆算した。その結果、小さな型の銀河集団と大きな型の銀河集団それぞれに対応する質量の中心は、可視光で観測される2つの銀河集団のそれぞれの位置の型に誤差の範囲で一致し、ガス雲の位置とは異なっていた。このことから、 力学法則がどうであれ、そこにガスとは異なる観測できない質量があり、暗黒物質の存在を従来よりも直接に裏付けるものと結論付けられた。その後類似の例は、クジラ座にある別の衝突銀河団 MAX J25.4 から1 2 2十二でも見出された。一方で、さらに別の衝突銀河団 A レベル百二十の観測からは、通常物質とは異なる位置に、 質量の集中が見つかっており、弾丸銀河団とは異なる様相を示す結果も見出されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。